道56号線にまた戻りまして、今から野村ダムの、近くの桜を見に行きたいと思います。まあ、まずは、観音寺の方に入っていきたいと思います。おお、いい感じに咲いてます。
さあそれでは野村ダムの方に行ってみましょう。結構風が強いんですが、まだ花吹雪にはなっておりません。現在国道441号線を走っております。野村ダムの入り口がもうすぐ見えてきます。さあ右折でダムの方に入ってきます。野村ダム到着です。それでは野村ダムを出発しましょう。
それでは高速に入っていきましょう。三馬インターで高速を降りまして、ちょっと道の駅三馬に寄ってみたいと思います。かかしの展示をやってるということなんで見に行きたいと思います。かかしと言ってみますそれでは三馬の、道の駅三馬出発です。三馬ベースに戻りましょう。どうもご視聴ありがとうございました。